はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はゲームキューブ機動戦士ガンダム戦士たちの軌跡やっていきましょう。今回は連邦ガールをやっていこうということで、まあ今映像出てるのはちょっとムービーの他のゲームのやつですけど、今回はこちらですね。セーラさんとクリス、両方多分ステージそんなにないと思われますんでやっていきたいと思います。はい、とりあえずまずはセーラさんからいこうかな。能力値はやっぱちょっと低い感じするね、パイロットの。ちなみにアムロはこんな感じですちょっとズバ抜けてるな。まあレベル上がってるからってのもあるんだろうけど、さあやっていこう。オデッサ作戦に参加するため中央アジアを進む私たちに、青いモビルスーツの率いるモビルスーツ部隊が襲ってきた。私は兄の消息を知るためジオン兵士に接触しようとガンダムで出撃した。さあそれではブリーフィングです。何か接近します。2時の方向、地上を一気できます。ただし機種は不明です。速度とか高度とか質量で割り出せないのか。たった一機の敵？兄さん、そうとは限らないけれど。シャアが兄さんなら何のつもりでザビ家の軍に。今は何を。バゼラタックにしては速度が速すぎます。ガウにしては小さすぎます。戦力はわからないと辛いですよ。ガンダムで出て良いものかどうか。そうだ、ガンダムで出ればジオンの兵に接触できる。あわよくば兄さんの。全員第一戦闘配置。ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクはスタンバっとけ。発進はもう少し様子を見てからだ。はい、というわけでセイラさんが一人でガンダムで乗っていくやつですね。ガンキャノンに捕捉されてはいけないってことは、アムロが多分追ってんのかな。アムロに追っかけられるけど、レーダーに捕捉されないようにジオン兵と接触か。まあ、ガンダムの性能ならすぐさま向かえば大丈夫じゃないかな。やっていきましょう。あ、いるな。あ、いるわただこいつガンキャノン乗ってももしかしたら移動速度速いのかな。いや、そんなことはないと思いたい。ガンダムの方が速いはず。セーラ、ガンダム行きます。あ、ちょっとセーラさん、発信すらうまくいってない。シミュレーションでは経験していたけど、実際の G がこんなにきついとは。なんとしてもジオンの兵と接触しなければ。さあ始まったぜ。なんかガンダムとは思えないぐらいちゃんと動かないんだけど、これ本当にガンダムなんかセーラさん乗るとめちゃくちゃダメなんだけど。え、動かないぞこれまともに。後ろからも多分アムロかな、来てるのかな。あ、すごい勢いで来てるちょっと待って待って、追いつかれちゃう追いつかれちゃう。なんだなんだ、攻撃か。あのパイロットめ不慣れらしい。気の毒だが、いただく。ザクもグーフも来てんじゃん。ちょっとまずいねこれ。僕が完走します。まずいね。無線を切ってるんだろう。ちょっとランバラルがめっちゃ追っかけてくんだけど、ちょっと待って待って待って、これはまずい。やられちゃうやられちゃう。よし、予感を使おう。逃げるものか。これなら攻撃食らってもちょっとダメージは抑えられるはず。クリティカル抑えるやつじゃなかったから。なんだ、なんか思い通り動かない。しまった。どうなってんのこれ。当たれ。まずいまずい。直撃。誰か援護してくれ。うわぁ、やられる。少ないやつから倒すか。やりました隊長。どうだ、アコースが、倒せた。アコースがやられた。
なんとか倒せるかな。不慣れなパイロットにやられるとは。撤退するぞ。恐ろしい相手だった。セーラ、聞こえているのだろう。ホワイトベースに帰還したらブリッジ、いいな。生き残れたけど、ブライトさんの説教待ちだ。とりあえずクリアできてよかった。いやー、やっぱガンダムとはいえ、やっぱセーラさんだとこんなに違うんだな。兄の消息を尋ねるためジオン兵士に接触しようとしたセイラ、だが戦いの中でそれを知ることはできなかった。戦いの後、捕虜にしたモビルスーツパイロットから兄シャアの消息を聞く。命令もなく勝手に出撃したことで入れられた独房の中で兄が生きていたことを喜び涙するのだった。はい、とりあえずクリアでございます。 C ランク、まあ、それはもうあれじゃ敵倒せない。バンバラル倒さなきゃ S ランとか取れないってことなのかな。まあいいや、とりあえずクリアできたし、よしよしましょう。さあ、それではお次はこちらクリスやっていきましょう。まあ、声も含めて好みですね。果たしてミッションはどんな感じなの。一つだけなのかな。こっちでもなんか1ステージだけのような気がしますね、この感じだと。ザクが一機基地に接近してきた。目的はアレックスに違いない。リーヤ軍の支援も味方もいない状況でアレックス一機で出撃する。私は私にできることをやるだけだ。その時はそう思っていた。さあ、それではブリーフィングやっていきましょう。注意、緊急事態だ。コロニーの中に敵が、ザクが出現した。敵は短期で進行中。たかが一機で何のつもりか。陽動かもしれん。ただ、敵の狙いは不明だが、最近の一連の行動からして、目的はおそらくアレックスであろうと予想される。現在、リーヤ軍に出動を要請している。が、彼らも敵の狙いに気づいているはずだ。当てにできん。我々に残された唯一の戦力はアレックスだ。君に出てもらうことになるかもしれん。市街地で戦えば市民に被害が出る。川か森林部で戦闘を。アレックスの 90mm ガトリングガンには少量の残弾がある。何か。あ、いえ、何でもありません。よし、ではアレックスに登場。別名あるまで待機。以上だ。まあ、市街であんま戦わなきゃいいのかな。はい、とりあえずやっていきましょう。ヒットポイントなんか少なくないか。58しかないんだが。ザク接近中。あと3分で当基地に接触します。リア軍より連絡、支援行動を断るとのことです。はあ、マッケンジー注意、出撃だ。了解。さあ、始まったぜ。誘っている。いや、しかし全くと言っていいほど早く動けないアレックス。どうなってんだこの機体は。行け。森には入りたくないっすね。原作分かってっからな。ちょっと待って、バーニーどこにいんの。あ、いた。これもダミーかな。両機とも斜面に向かっています。あー、止まらない。引き返せ。平地で戦う方が有利だ。斜面は無人地帯です。なんだと。よし、森で戦います。スペシャルアタックでダウンさせて。引き返せ。直撃。嘘。いや、一発じゃん。ちょっと強すぎない。嘘だろ。一発でやれたんだけど。どういうこと。そんなアホな。
さあリベンジだぜ。誘っている。これ果たしてこんな1ポイントとこの武装で倒せんのか本当になんか無理なような気すんだけどな。もっとなんか他のゲーム進めてからとか。しかしこのモードちょっとなんかおかしいような気すんだけど難易度。当たって。さあバーニー発見。両機とも斜面に向かっています。さあこっちへ来い。マッケンジー注意、引き返せ。平地で戦う方が有利だ。斜面は無人地帯です。さあチャンスあるかなこれ。何だと。やっぱ1しか減らないぞ。注意、引き返せ。せめてなんか弾があればな、まだ可能性あるんだけど。いや一発じゃんちょっといやこれ無理かな。あなたならきっとこのアレックスを乗りこなせるわ頑張ってね。さあ何度目かわからんリベンジの開始でございます。レベル一つ上げてまいりました。なんか予感がつかるようになってますが、多少ちょっと両機とも斜面に向かっています。頑張らないと使えない状況。マッケンジー注意、控えせ。スキルが使えないとかなんかな。斜面は無人地帯です。よし当たってる当たってる。ちょっとでもいいから斜面でダメージを。で格闘はねたまにクリティカルです、20後半から30ぐらいのダメージが入るんで、それが3回ぐらい発生すれば勝てる。でこっちはね攻撃食らってはいけない、もしくは絶対ガードしなきゃいけない。外れた。よし OK。 この感じで今ので16か。厳しいな。さあ振ってこい。ここよし、いい感じに入った。よしよしよし、いけそういけそう。2回下手したら切らない方がいい場合もありますね。1回でやめるとか。よっしゃ40入った。よしやった。くそここまでか。アルごめんな。ターゲットの破壊完了。これより帰還します。なんちゅう難しいミッションだよこれ本当にちょっと運頼みというか運の要素ちょっと強いような気しますね。クリスチーナ・マッケンジー中尉はアレックスを借りザクを撃破した。だが彼女が撃破したザクのパイロットはバーナード・ワイズマンであった。その事実を彼女が知ることはなかった。この戦いでアレックスは傷つき前線に配備されることはなかった。この後彼女は地球に転属になっている。はい、クリアでございます。いやー完璧でしたねリベンジ。なんかまたキャラクター解放されましたね。はい、というわけでもうなんとかクリアです。もう二度とやりたくないっすね。いやーまさかこのゲームでこんな理不尽な設定の難易度ステージがあるなんて思いもよりませんでした。はい、というわけで、今回セイラさんとクリス、連邦の女性パイロット2人終わりましたんで、まあ次回はどうしよっか。カイとかハヤとかまあ解放されてるわけですけど、正直アムロとステージかぶるような気もするんですけど、まあやらないってのもなーってのもあるし、まあこのどちらかやるか、それかジオン側ちょっとやってみるかっていうとこですかね。まあちょっと気分で決めたいと思います。はい、というわけでまあちょっと理不尽な戦闘が最後待ってましたけど、まあなんとかクリアできてよかったです。またよかったら見に来てください。それでは失礼します。